最高の教師考察動画でございます。はい、浜岡が、まあ、鵜久森さんの出来事があった日に、うん、学校に来ていたと。でその様子を星崎が撮影していたっていうのがあったじゃないですか、うん、はい、まあ、なぜ浜岡が学校に来たんだっていう理由ね、まあ、だからその辺がやっぱ気になるので、ちょっと視聴者の皆さんに浜岡がなぜ学校に来てたのかっていうのを考察していただいたんで、そのコメントをちょっと紹介していこうと思います。はい、まず最初は、ゆく年くる年ブルゾンちえみさんからいただきました。ちょっと待って、ごめん。ダメだ、この名前で、名前から面白いのはもうずるいわ、これ。これで真面目な考察されても入ってこないわ。何、ゆく年くる年ブルゾンちえみって。いい YouTube ネーム持ってますね、これね。いい踏んでそうで踏んでないっていうね。めちゃくちゃ面白いですね。改めていきましょう。ゆく年くる年ブルゾンちえみさんからいただきました。浜岡が学校に来た理由は、3年 A 組のようにフェイク動画だと思います。ガチの方だった。ふざけた内容で来るのかなと思った。いや、浜岡が with B とか言ってくれよ。3年35億組とか言ってくれよ。いいんですよ。いやでもね、まあそっか、今回の最高の教師の制作陣が、うん、あの菅田将暉さん主演の3年 A 組と一緒だから、まあ、続編とかではないんだけど、うん、3年 A 組でもそういうねフェイク動画を使ってみたいな回があったから、だから浜岡もあれフェイクなんじゃないかっていう。こちらさんに見せた映像は星崎が作った映像ってこと？そう、だから星崎がやっぱり裏でとにかく面白い絵を撮りたい、やばいやつで作って、まずこちらさんに見せて混乱させようみたいな。なるほど。まあだからクミちゃん新しいガム噛めばいいじゃないっていうあれですよ。違うよ。いつまで噛んでんのってやつでしょ。雑だよ。我々も覚えてない。いやそれ覚えてないよ。クミちゃん新しいガム噛んでねーじゃない。言い方も分かんなくなっちゃってるこっちも。覚えてなくない、さすがに。その当時はさ、うん、めっちゃ聞いてたけど、うん、そんなあったよね。味のないガムいつまで噛んでるのみたいなだっけ、なんだっけ。なんかあの待つのみたいなね。いやもう断片的だね、記憶。待てばいいんですよ、浜岡を待てばいいんですね、これね。これで浜岡が投稿してるあの肛門くぐった時ガム噛んでたら怪しいね。じゃあくちゃくちゃしてたらこれ確定かもしれないですね。そうですね。ブルゾンちえみさんと似たようなコメントがあといくつかあるので紹介しますね。クレアちゃんさん、これ浜岡じゃないんですか、こんな顔でしたっけ。浜岡なら星崎に映像を改ざんされて、あたかも制服着て学校に来た風に、それで犯人にされそうになってるとか。総監督さんからもいただいてます。これ控えめに言って、顔と体のバランスおかしい、よく見てほしい、ほらほらほら。信じてほしいんだよ、よっぽど。そうだ、ね、みんな騙されんなっていう。あ、でも感情今すごい伝わってきましたよ。ちょっとよく見てみんな、ほらほらほら、こういう訴え方もあるんだ。あ、そっか、確かにこのそう言われてみると不自然なコラ画像にも見えるっちゃ見えるしね。なるほど、このフェイク意見が結構一番多いってことね。そうだね。続いてイタチさんからいただきました。自分も過去に戻りたいと思い、制服を着て投稿してみただけで、深い意味はない。いや、ないのかい、ただ来ただけだろ。あ、みんな、あ、2週目なんだ、いいな、みたいな感じで。本物のバカ。俺も制服着て、あの学校の校門くぐったら、何か起こるかも。言って、朝わーいって言って肛門くぐったら何にも起きなかったっていう。当たり前だろ、意味を間違えてるからね、ただの場違いなやつっていう。続いてミサさんからいただきました。浜岡も朝起きると高校3年にタイムリープしてしまい、マジかよと切れるも、ママにせかされ学校へ、学食でコッペパンでも買うかと思ったところを星崎に盗撮される。朝浜岡がタイムリープしてた説。高校3年に戻ってた。いや、星崎何年だよ、じゃあ。どういうこと、どういうこと。浜岡だけが3年になって、浜岡の大の人はそのまんまだから来てないってこと。変じゃね、それ。
ホチザキだとしたら中学生じゃないまだ。あれ、ね、3つ上じゃなかった浜岡。浜岡は3つ上だ。何現代にタイムリープしちゃったってこと浜岡だけが浜岡の代で浜岡だけが高3になっちゃったっていう3歳若返ったってこと要は浜岡だけがねそれみんなえなんでってなるよね浜岡さんって言われるやつが同級生で同級生から続いて秋さんからいただきました高校生の彼女を探しに来た何それナンパですよだからナンパじゃあねあの来るタイミング間違ってんの文化祭で来ないとじゃあ普通の学校の日に来ちゃダメよあと放課後、うん、学校出た後をナンパした方がいいよね彼女探しに来るのあの制服着て来ちゃったら引いちゃうから逆にそっちで中でしないこと外で待っちゃこれね追いかけんじゃないのこれ待つのでってってでってでってってってでってでってブルゾン風に言うとこれクミちゃんを待つのねクミちゃんを待つのね浜岡は続いて SD さんからいただきました学生服専門ガチコスプレイヤーだからそして制服は夢グループで買いました売ってんの夢グループで学生服売ってるわけないだろ DVD と CD プレイヤーしか売ってないからねDって言うのだって言うじゃんあの社長 DVD プレイヤーが1万円だからなんと社長安いとはならないよ9インチは1万2500円だなどうですか社長安いじゃないよってことはこれ投稿してくれた方も SD さんでいいですねこれSD さんじゃないですよねこれ SD さんからいただきましたこれブルゾンチェミ with D なんかうちのチャンネルで今更流行ってるっていうね夢グループがよくわかんない現象起きてますけどそうですね、はい、ブルゾンチェミといい、はい、続いてイーストさんからいただきました過去から来た浜岡が未来だと気づかないで投稿してるシーンですねどういうことこれも過去から来た浜岡が未来だと気づかないで投稿している待ってこのドラマタイムリープしてる人がまあ2人はいるんだよ最低でも九条と湯森浜岡は過去からタイムスリップしてきてるってこと未来に来ちゃってるってことね、うん、めちゃくちゃややこしい存在じゃん邪魔だよもうこれタイムリープしとけよそこはなんで過去から来たやつ一人異物じゃんもうあの学校内の異物そうですね一人だけ話合わないじゃんややこしくしないでよもう8話なんだからいらないよ過去から来た人今さら過去から来たとこでなんだよって話じゃない今さら払いてえわあれうぐもり生きてたよとかって言い出すんでしょ過去から来たからうぐもり今中1だよねみたいなこと言ったりするんでしょそうそうそうみんなと会話ずれてるちょっと待って相良お前でかくなったなとか言うんですよめんどくさいよ想像するとやばいねめちゃくちゃ払いてえわめっちゃ邪魔だよこれ浜岡マジで続いてバンピさんからいただきましたあれ前倒しできるもう吐き気しかしねえよと相良に言われたので予定より早く背中をさすりに来た言ってたけど相良そういう意味じゃねえよってそういうことじゃないの言ってたじゃんお前だって気持ち悪いってそういう気持ち悪いじゃねえよっていうやつね学校の雰囲気のこと言ったんだよ俺はっていうねただのバカ浜岡のコント見せられてんじゃないんだからビビさんからいただきました実は彼こそが隠れ校長だったなんでいやだから校長いないまだ分かんないからね誰かあの相良とつるんでる時点でおかしいもんねそれねでだからあれでしょ校長室に飾ってあるあの歴代校長の写真みたいなのがこう映っていくわけよ昔の白黒のやつからおじいちゃんたちが、うん、でこうブワーってカメラが動いて最後めっちゃ若い浜岡が映るっていう続いてトマトさんからいただきました実は浜岡は別班でうぐもりさんを殺しに来たおいなんでだよああじゃねえよ別班だった優秀そうには見えないってあるもんねやっぱいやそうだけど乃木もさそういう風に相手を油断させるために出世はしないとかさ、うん、ありますからなわけないのよ100歩譲ったとしても取られちゃってんのよって
いや気づいてるよ、それはもちろん気づいてますよ。別班の浜岡取られちゃってるし、で浜岡が、まあ、それで鵜久森をやりに来て、鵜久森と会ってあの渡り廊下で、まあ、持ち上げて落とした時に鵜久森の体重が分かるっていうね持った感覚でちょっと鵜久森体重バレちゃって恥ずかしい思いしながらなくなっちゃうそうそう、もうかわいそすぎだよ、なんかで、うぐもりが落ちて、落ちた時の音がベキッっていうね、はい、ベキじゃないのノゴンベキの音使わないでください続いて赤沢太郎さんからいただきました。彼は実は伝説のハッカーハマーウォーカーであり、誤送金を狙ってウリュウの母ちゃんを助けようとしているそんなにいらねえよウリュウの母ちゃん彼何百億もいらねえよさすがに。ああいいね、理由が面白いですね、ウリュウの母出てきてたね、お金にだらしない。ああまた B 版ネタですね。ああ続いてカモナシさんからいただきました。生徒たちをアビゲイル騎士団に勧誘するためまた違うの来た、わーはやぶさ消防団から来たアビゲイルだったか浜岡、怖い怖い怖い。ね、何鵜久森さん殺して、鵜久森さん家の途中何かっぱらってそこにソーラー立てようとしてもう本当にアビゲイル騎士団のやってることじゃんそれ。やめてください、もうかわいそうです鵜久森さんが、聖母鵜久森がね、かわいそうですよ。聖母じゃないですよ、鵜久森を聖母にしないでください続いてヤーユさんからいただきました。というかコードの結末どう思いました動画待ってますちょっと待ってせめてコードの動画のコメント欄に書いてじゃあでもそれはね、我々も悪い、途中までコード出してましたけど出さなかったですもんね。途中からね2人で話し合った結果、はい、コードの動画をちょっとやめたんですよね、出すの。見てはいたんですよね我々ね。あ、全部見ましたもちろん。で、はい、あのこうやって他の動画撮る前にコードの感想を言い合うみたいなそうなんです、そうなんですのはしてたんですけど、あえてそれは撮らずにいたんですよ。なんで撮ってなかったかっていうと、悪いこと言っちゃいそうだったからそうなんですよ、ツッコミどころが多すぎて。そうなんです。まあだからこれもコードの仕業なのかなと。いやいや違うわ違うわ続いてメタモンさんからいただきました。今日エヴァで10万負けました。いや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 、何の報告よ。ちょっと待って、パチンコチャンネルじゃないよ、うち間違えてません、書き込むとこ。今日コメントくれた皆さんに共通して言えることなんですけど、ここあの一言日記のコメントなんじゃないですからね。あのコードの感想どうでしたとか、パチンコで負けましたとか、日記を我々に報告する場じゃないですよ。いやおもろいな。でももうその自由さ加減がね我々の売りですから。いや売りですけど、はい、いや気づいたのは、真面目だった人がふざける側に回ってんだよもはや。あのもともとあれこの子一学期真面目だったのに夏休み明けたら髪染めてきたみたいな感じになってんのよ、はい、最近。そうですね、まあまあいいんですけどね、はい、まあこんな感じで皆さんから。おもろかったな今回も。今回なんかおかしいなと思ったんですよ。でもね一番最初のね、もう行く年来る年ブルゾンチエミっていう、ね、そのワードからもうおかしさがね始まってました。しょうがないよ、だってこれ中身はちゃんとした考察だったんだから真面目な部類だからね、あの方も言うたら。そうですね、まあ、だから真面目な考察でいくとやっぱ一番多かったのはフェイク動画ね。そうだね、っていう考察がやっぱり一番人気じゃないですか。でもこの我々のこのチャンネルの考察として皆さんのコメントをまとめると、浜岡は過去から来た with D っていうことでいいですか？違います、まとめたらそうなるじゃん。うちのチャンネルの考察を今日まとめると、過去から来た with D です。 with D って何？DVD のやつですよ、夢グループの。だからその考察が当たるかどうかを注目して。当たんねえよまあでも答え合わせはね、ドラマを見てやっていきましょう。じゃあちょっと次回のね、最高の教師も楽しみに見ていきましょう。はい、皆さんたくさんのコメントありがとうございました。めちゃくちゃ笑いました、ありがとうございます、はい、では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。